一度見たら忘れられない面構えと鋭い眼光で、ドラマや映画で欠かすことのできない名バイプレイヤーだった渡引克彦さん。一体どんな方だったのでしょうか。気になったので調べてみることに。終戦間もない1945年に東京武蔵野市で生まれ育ちます。父親は日活の宣伝部長だったそうです。中学高校と野球に励んでいましたが、高2の時故障のために断念。ではなぜ俳優を志すようになったのかというと、友人に連れられて行った俳優座の舞台に衝撃を受けたからだとか。それもあって日本大学芸術学部演劇学科へ進学しますが、1965年の20歳の頃に中退。昭和の大物俳優を輩出した劇団民芸に研究生として入団して役者としてのスタートを切ります。70年代からは舞台以外でも活躍。太陽にほえろ、必殺仕事人などで印象に残る見事な悪役として記憶している方も多いことでしょう。意外にも NHK 大河ドラマの常連であった渡引克彦さん。70年代から80年代だけで勝海舟、元禄太平記、風と雲と虹と黄金の日々、徳川家康、三河燃えるの6本もの作品に出演しています。舞台仕込みの確かな演技があったからこそなのでしょう。映画「鬼龍院花子の生涯」や「極道の妻たち」シリーズでもそのトスの効いた声と面構えで作品を盛り立てました。そしてなんといっても1989年からの名作ドラマの「鬼平犯科帳」での大滝の五郎蔵役で、こわもて悪役だけでなく善玉役で密かに人気を集めたことは大きな転機だったでしょう。しかしそれ以上に渡引さんを全国区の俳優にしたのが、1991年から1999年の大ヒットドラマの天まで届けだと言えるのでは。劇中では13人の子供を持つ大家族の大黒柱、新聞記者である父親丸山雄平役を演じ、誠実で真面目で子供思いの優しい父親といったキャラクターでしたが、それまでに求められていた役とは正反対のキャラクターだったことが逆に良かったのかもしれません。渡引さんはこの父親役で大ブレイク。理想の父親としてお茶の間から絶大な人気を得て当たり役となります。こわもてなのに中身は情に厚く、何とも言えない温かさを感じたものでした。任天堂ポケットモンスター関連の CM では、さすがにオファーを受けたとき、配役間違えてんじゃないですか?と言っていたものの、さすがの役者魂で、これが見事にはまって、ポケモンおじさんとして、子供たち若年層からの人気も獲得。渡引さんとピカチュウ、素晴らしい組み合わせですよね。さて、プライベートはどうだったかというと、渡引克彦さん、1974年に女優の柏山文江さんと結婚。劇団民芸で3年先輩だったそうで、柏山文江さんといえば1966年に主演した NHK 朝の連続テレビ小説「お花はん」の平均視聴率はなんと 40% 超えの大ヒットを収めて一躍人気女優となっています。ですから結婚した時にはすでに売れっ子女優だった柏山文江さんと、片やギターの弾き語りのアルバイトをする未だ無名の劇団員の渡引さん、まさに絵に描いたような格差婚だったのです。しかも柏山さんの家柄がすごくて、柏山さんの叔父は大手アパレルメーカーオンワード柏山の創業者で有名な馬主でもあったそうです。ちなみに柏山さんの父親は早稲田大学の教授でしたから、両家のお嬢様だったということです。不思議なのは二人の馴れ初め、実は同じ劇団だったことで、打ち上げなんかあった時には
帰る方向が同じだったことから、渡引さんが柏山さんを送り届ける、いわゆる用心棒役だったそうです。これ以上の敵役はないでしょうね。それで二人の仲は深まっていったそうです。収入の格差があったことが逆にバネとなって俳優業に邁進した渡引克彦さんですが、一時はもうダメだと思って大学に入り直して教員資格を取ろうと思ったこともあったそうです。それなのに役者仲間ですら、よくそんな役引き受けたなと言われたほどの、自身もあまり乗り気でなかった天まで届けの出演によって、ようやく柏山さんの収入を追い越すことができたというのですから、人間やってみないとわからないもんですね。さて、天まで届けですが、残念ながら終了してしまった理由は何だったのでしょう。子役の中でブレイクした河合賀門さんなどのスケジュールが取りづらくなったことや、母親役で共演していた女優の岡江久美子さんも朝の情報番組花丸マーケットで撮影が時間的に難しくなったり、何より渡引さんのギャラが賄えなかったことなどだそうです。残念ながらシリーズ8で終了してしまいますが、実はシリーズ9も検討されてたそうです。天まで届け撮影現場では、渡引克彦さんの人柄がわかるこんな話も。当時は朝7時にスタジオに入ると朝ごはんが出てたのですが、7時半入りの人には出なかったのです。それを知った渡引さんが、7時入りの子供が食べているのに7時半入りの子供に食べるななんて言えないだろうと、すごい剣幕で指摘したことがあったとか。もう一つは、子供たちの前で父として大先輩として母親役の岡井さんと二人で決めたたった一つの約束があったそうです。それは、子供たちの前では NG を出さない。どうしてなのかというと、もし両親がセリフを間違ったら子供たちに示しがつかないから、そうやって背中を見せることで子供たちに成長してほしいと願っていたからだとか。また子供たちのシーンを先に終わらせて、夫婦のシーンは子供たちが帰った夜に撮っていたとも言います。定番のパジャマを着た2人が寝室で語り合う印象的なシーンには、そんな親心もあったわけです。しかし、そんな厳しくも心優しい2人はもうこの世にはいません。ご存知の通り、母親役の岡江久美子さんはコロナによる肺炎で昨年4月に残念ながら急逝されています。その突然の訃報を聞いた渡引さんは心底落ち込んでいたといいます。そして今度は渡引さん自身が同年12月30日に膵臓がんでこの世を去ることに。実は渡引克彦さん、2005年に大動脈瘤を患ってから健康第一の生活を心がけていたにもかかわらず、2018年にまさかのがんが発覚。周りにはがんであることを最後まで明らかにせずにいましたが、がんが肺にまで転移したこともあって、2020年に入ってからは人知れず副作用の激しい化学療法を始めていましたが、2020年11月には緩和療法に切り替えて、12月25日に容体が急変し、26日には一時的に意識が回復し、しばらく思い出話をして再び容体が悪化して30日に眠るように旅立ったとか。混沌と夢うつつの中で残した言葉は、投了すると伝えてくれ、そうつぶやかれたそうです。大好きな将棋でも指していたのか、自身の人生のことを言っていたのか。残念ながら渡引さんと柏山さんにはお子さんがいらっしゃいませんでしたが、まさに我が子のように接してきた天まで届けの13人の子供たちとは、丸山さんちのご家族というライングループで常につながっていたんだそうです。毎年
みんなと会うことを。とても楽しみにしていた渡引さん。そして子供たちも。コロナが収まったら、集合して、母と父の墓参りをするのだとか。渡引勝彦さん。俳優としても、父親としても、子供たちに大切なものを残していかれたのですね。幸せな俳優人生だったのではないでしょうか。心よりご冥福をお祈りいたします。合唱。